どうも、初代阪南市ふるさと大使に就任いたしました、私がただ面白いだけの男、田村健二でございます。ちぇーやりました。芸歴26年、やっとふるさと阪南市からお話が来ました。もうずっと思ってたんですよ、星田先輩がなったりとかね、もうみんな なった、僕だけ来てなかったんですよ。よかったです、やっと慣れました。この面白人間を生んだのはこの土地でございます。大自然、そしてこの阪南市の人、それが私田村健二、この面白人間を作り上げたんです。なのでちょっとまあお返しというか、なんかね、恩返しということで、私田村健二、これからですね、どんどんこの阪南市をですね、日本全国と言わず全世界にですね発信できるように頑張っていきたいと思いますので、皆さん阪南市の皆さん、よろしくお願いいたします。頑張るでー。